第66回全日本新人王決定戦、これが今日最後の試合、最重量階級ミドル級の一戦です。両者ともに無敗というボクサー同士の一戦ということになりました。赤の湯沢はデビューからちょうど1年、一方青の国本がデビューから5ヶ月でこの新人王決定戦駒を進めました。非常にパンチの重たい最重量階級ミドル級です。両者今リング上向き合いました。勝てば日本ランク入り、伝統の新人王決定戦最重量階級ミドル級です。今第1ラウンドゴングが鳴らされました。まず赤のトランクスが東日本新人王、今積極的に手数を出しました。宇都宮金田ジムの湯沢匠22歳、あっと右、今右のストレート伸ばしましたのが金沢ジムの国本康之、青のトランクスです。いやセレスさん、序盤から非常に打ち合いになりました。このミドル級です、重い階級ですからね、一発一発のパンチがねどちらも重いですよね。赤の湯沢は、まあ、東日本は非常に緊張して試合を作れなかったと、自分から打ち合いをに持ち込みたいという話はしていました。一方青のトランクスが国本康之、身長では6センチこの青の国本が、上回っているということになっています。7月12日は相手からダウンを4度奪いまして TKO 勝利、その後新人王トーナメントでは安全策、取りこぼしがないように足を使ったジャブ中心のスタイルで勝ち上がり、しかしこの決勝戦は打ち合い、自分が本来したい打ち合いで相手を倒したいという意気込みを話しています。打ち合いになりました最重量階級ミドル級です。アッパーボディー、そうですね、国本選手ね、西日本の、ね、決定戦では足を使って、ね、アウトボクシングしてましたからね、一転して自分が本来したい打ち合いのスタイルで戦いたいという話はしました国本です。一方湯沢デビューからちょうど1年です。ガードを固めている赤のトランクス、左のフック、アッパー、青の国本のアッパーです。ここでね、揉み合った時にですね、もっと手数を欲しいですよね、お互いね。なるほど、接近戦になってから手数、そうですね、押し合いになってますから、押し合いではなくパンチを打ちたいですよね、体ではなくてパンチでというところ、そうですね、右、両者ともに右構えです。赤のトランクスが湯沢匠、東日本新人王、一方青のトランクスが西軍代表の国本康之です。ジャブの差し合い、身長180センチが国本、174センチ、6センチ低いのが赤の湯沢です。ボディーの打ち合いです。第1ラウンド残り1分を切りました。最重量階級のミドル級です。両者ともに打ち合いたいと話していた戦前の話、足を使っている国本、ジャブを刺します。右、いや左フックです。湯沢の左、右から左という国本、ジャブをボディに伸ばしました。上体を揺らしています。青の国本、残り30秒、右左です。じりじりっと前に出るのが赤の湯沢、ちょっとねホールディングが多いですね。ああそうですね、はい、まあ、噛み合ってない感じですよね、はい、やはりもう少し、ね、お互い、ね、ジャブを つきたいところですよね。なるほど、はい、ジャブでいかにそのスペース、ナイスアッパーですね、湯沢がアッパーから飛び込みました。右のアッパー、国本です。左、飛び込んでどう打つかですよ ね、 ここね、はい、残り10秒切っています。第1ラウンド、ジャブ、最重量階級のミドル級第1ラウンドが終了しています。ジムとして初めての全日本新人王誕生なるか、宇都宮金田ジムの湯沢匠です。中学生の時に読んだ漫画はじめの一歩がきっかけで格闘技好きになりました。小学校3年生から高校3年生までは10年間野球をしていましたが、高校3年生野球を引退した後キックボクシングのジムに入門、その後2016年に宇都宮金田ジムに入門しましてボクシングのキャリアをスタートさせました。デビューから1年でこの全日本新人王決定戦に駒を進めている赤の湯沢です。最重量階級のミドル級第2ラウンドが始まりました。ボディ、両者ともに打ち合いたいと話したこの一戦です。
右、離れ際に国本パンチを打っていました。ボディからアッパーという攻撃、青の国本です。序盤から打ち合いたいと話しました。少し体の接近が多くなった第1ラウンド、両者スタイルを変えてくるでしょうか。自分から仕掛けて打ち合いの土俵に引きずり込みたいと話したこの赤の湯沢。仕掛けを仕掛けをしているのは湯沢選手ですね。あ、そうですか、はい。一方の国本、その戦い方はどう見ていますか。あの、若干トリッキーな動きなんですね。あのジャブを打ったり、あのガードを下げてみたり、あのそこから、ね、いかに、ね、強いパンチに持っていくかですね。なるほど、そういうボクシングしたいですよね。上体を揺らしてまたジャブを打っていきます。この国本、いかにフィニッシュブローつなげていけるかどうか。デビュー戦では相手から4のダウンを奪いまして2ラウンド TKO 勝利を収めました青の国本です。ここも距離がなくなりました。一発には非常にパンチのある両者同士、最重量階級のミドル級です。ボディアッパー、右フック、2人、湯沢もパンチを返していきました。自分から仕掛けてその打ち合い、接近戦に持ち込んでいるのがこの湯沢。一方トリッキーな動きから、そのいかにそのフィニッシュブロー、強いパンチにつなげていけるかどうかというこの国本です。青の国本はボディで相手を沈めたいという話はしています。右、あの後の返しまで行きたいですね。大きな右を打った後の湯沢、国本の大きな右オーバーハンド、ここも大きな右を見せました。2人、ここも距離がなくなっています。第2ラウンド残り間もなく1分というところ、全部で4ラウンドで勝敗が決されます。状態を揺らしている青の国本です。3戦3勝1KO、 まだ負けを知らないこの国本。少し、ね、お互い、ね、あれパンチが単発すぎますから。あ、そうですか。少し、ね、返しのパンチ、そこから、まあ、3、4くらいまで、ね、打っていきたいですよね。あ、なるほど、はい。手数という面でいかに両者が、湯沢選手もあのパンチは外してますから、はい、あの外した後に、ね、すぐ打てるような体勢でいたいですよね、はい。いかに一つ打った後に手数を増やすことができるかという両者。ここも距離がなくなっています。自ら、両者その打ち合いたいという話はしましたが、その土俵で制すのはどちらかということになります。残り間もなく10秒という第2ラウンド。大きな右、国本が大きな右を見せました。左、距離を作りました。ジャブジャブ、あとここもフットワークでかわしました。国本、ミドル級の4回戦第2ラウンドまで終了しています。ジムとして9年ぶり2人目の新人を狙っています国本です。今年の7月12日の大阪府立体育館、明日世界タイトルを控えます村田亮太が世界チャンピオンのあのベルトを取り返したあのリングで、直前に予備カードの試合として試合をしていたこの国本です。村田亮太の試合を待つ大観衆の前で一切緊張はしなかったと、ダウンを4度奪いまして TKO 勝利。まだそのデビュー来負けを知らない国本康之、23歳です。第3ラウンドミドル級後半戦が始まりました。右、両者非常にこの第3ラウンド、あーっと手数を出しています。赤の湯沢、青の国本です。身長では6センチ国本が高いという両者、右アッパー。序盤から一発のパンチ、その後ワンツースリーフォーといかに手数を出せるかというセレスさんのお話です。ここも距離がなくなっています。しっかりと、ね、ポイントを奪いたいですよね。あのはっきりとした印象を、ね、つけたいですよね、はい。ここまで1ラウンド2ラウンド、そういう印象という面ではどうですか。あの本当ね、まだどちらとも、ね、本当言えないんですよね。なるほど、非常に僅差のこの序盤ということになりました。どちらも有効打が少ないですよね、はい、手数が少ないですから。なるほど、どうしても、ね、ホールディングで、ね、あっと右左多くなってますからね、はい。ナイフボールですよ。ボディから右がパー、この時間帯はね、湯沢選手いいですね。あっと右、左、どうだ、ボディ、左、左、さあどうだ、効いたか、効いたか、来ました、来ました、あっと、ダウン、来ましたね。連打でダウンを奪いました。赤の湯沢拓海です。立てるか、青の国本立てるか。
ここはチャンスですね。ここは一気に行きたいですね、はい、両者ともにまだ負けを知れません。サード右ダウンをまずは奪った赤の湯沢です。いや手数を出しましたね。そうですね、あのいいパンチですよ、やはり手数を出していくとああいうチャンスが生まれますからね、はい、ここから後半戦です。いかにその手数という面出していけるかどうか、まず、はい、ダウン奪いましたから湯沢選手はここに行かなきゃダメですよ、まだここから仕留められるかと。残り1分20秒あります。湯沢このラウンドダウンを奪いました。ナイスボディ、B、あボディ上がってますね。あそうですか、青の湯沢、青の国本です。ボディダウンを奪った湯沢このラウンドに仕留め切るでしょうか。 左ボディ打ちたいですね、右のアッパーを打とうかという構え。もうボディ国本選手は、ね、来たら本当クリンチでもいいですからね、ダメージをとりあえず回復したいですね。なるほど、このラウンドはどうしのぐかというこの国本。いやしかし一発のパンチが非常に力のあるこのミドル級です。一発のパンチがその勝負を分けかねません。ダリー左ロックボディサードダウン、ダウンを奪われたこの青の国本。ボディサードダウン、ジャブの差し合い。残り40秒仕留め切るか赤の国本。ボディボディ、その手数という面、そうですね、手数がやはり少ないですよね。近い距離になりました。ダウンを奪ったのが赤の湯沢です。距離を取りました。ボディ右のボディアッパー、いいですね。さあどうだ、効いているか効いているか。そうガードレールでいいからこう打ちたいですね、手数という面ではこのラウンド湯沢に分があるでしょうか。そうですね、残り10秒、まあ、奪いましたしね、はっきりとしたポイント奪いましたよね、はい、第3ラウンド試合が動きました。まず赤のトランクス東日本新人王、デビューから1年のこの湯沢ダウンを奪いました。さあ次がラストラウンドです。さあ第3ラウンド試合の均衡を破ったのが赤の湯沢でした。連打からその右のアッパー、左のフック、右のストレート、連打で国本をキャンバスに沈めました。さあこの日最後の試合、ミドル級の一戦です。デビューから1年でこの湯沢が新人王のタイトルか、一方青の国本デビューから5ヶ月で新人王のタイトルつかむでしょうか。一発にパンチがあります。最重量階級ミドル級のラストラウンド始まりました。まずジャブを打ったのが青の国本です。ボディボディあと B、 第3ラウンドダウンを奪ったのが赤の湯沢です。さあ最後のラウンド、セレスさんどうでしょう、両者との手数という面出していますね。国本選手としてもですね、最低ダウンを奪わないと多分ポイントでも厳しいと思うんですよね。あそうですか、国本選手としては行くしかないですよね、はい、なるほど、ダウンを奪わなければならないという青の国本、はい、一方湯沢はどういう戦い方必要ですか。ダウン奪ってますから、はい、だからダメージもありますから、ここはやっぱり、ね、チャンスですからね、はい、あの仕留めていきたいところですよね。なるほど、はい、仕留められるか。まずダウンを奪っている赤の湯沢、一方しのいで逆にダウンを奪い返すかというこの青の国本です。右ボディ、ボディ、湯沢の左のボディです、ボディ今やがりましたちょっとね、第3ラウンドからこの青の国本がボディを嫌がっています。まもなく1分が経過します。ミドル級の最終ラウンド、ジャブ、デビューから1年の赤の湯沢、一方デビューから5ヶ月青の国本、キャリアとしてはまだそれほど立っていないというこの両者、決勝の舞台相まみえました。追っているのが赤の湯沢、ジャブ打っている、死闘を尽くしていますこの両者。あっとジャブ、ボディボディ、赤の湯沢第3ラウンドにはボディを奪いました。さあこのポイント面でという話、国本ここから終盤巻き返すことができるでしょうか。右、そうですね、新人王のタイトルかかっています。勝てば日本ランキング入り、このラウンドも終わりですからね、もう全部ね使い切ってほしいですよね、はい、あ減点ですね、あなるほど、ホールディングですよね、ホールディング今減点が与えられました、まあ、青の国本減点です、まあ、1段目から再三でしたからね、今の減点は仕方ないですね、はい、さあこれでポイント面でももう国本は倒さなければいけないということになりました。もう KO しか多分ないでしょうね、
残り50秒で青の国本が倒しきるかどうか。デビュー戦では相手を4度ダウンを奪いました。右、さあどうだ、左、ダウンを奪っているのが赤の湯沢。倒しきるかどうだ、青の国本です。両者ともに無敗同士、プロキャリアまだ負けを知りません。大きな人のフック、右、残り30秒を切りました。残り30秒を切りました。残り30秒でミドル級新人を決まります。ガードを固めている湯沢、ダウンを奪っている、ダウンを奪われた国本、倒さなければいけません。残り10秒です。残り10秒、死闘を尽くすか、どうだ、ナイスボディ。さあ湯沢が回転数上げていく。湯沢が拳を振っている。どうだ、ここでゴング。ミドル級の4回戦最後まで両者打ち合いました。赤コーナーの湯沢、青コーナーの国本。赤の湯沢が第3ラウンドダウンを奪いました。同じくただいまの最終第4ラウンド、赤コーナー湯沢選手、右目の上をカットしておりますが、この負傷はアクシデンタルバッティング、偶然のバッティングによるものでした。全日本新人王の決定戦、最も重い階級のミドル級、両者ともに無敗というボクサー同士の一戦になりました。ダウンを奪ったのが赤の湯沢、勝てば日本ランキング入り、伝統あるこの新人王トーナメント、さあジャッジが発表されます。ジャッジ杉山敏夫、39対35。ジャッジ田中浩二、同じく近藤健二、40対34。以上3対0の採点をもちまして、勝者赤コーナーミドル級全日本新人王、湯沢拓海。3対0の判定で宇都宮金田ジムの湯沢拓海がミドル級の新人王に輝きました。これで宇都宮金田ジム史上初の全日本新人王誕生です。見事ミドル級全日本新人王。